ようこそ俺たちのジャパンへ。日本の国民性は素晴らしいという声をよく聞きますが、それは欧米の人々がアジア圏の人々を一括りにして中国人、韓国人と比べてという声もあるのが理由かもしれません。さて、日本の国民性は本当に素晴らしいのでしょうか。海外を仕事で飛び回っている彼女に話を聞いてみました。こんにちは、私はサラ。イギリス出身。仕事はフライトアテンダントよ。今はもうベテラン6年目なの。仕事を始めて半年くらい経った頃、日本へのフライトに参加することになったわ。アジア圏での仕事は初めてだったから、休暇を取って少しだけ観光することにしたの。日本の観光のメインは、もちろん古都、京都よ。私は楽しみで仕方がなかったわ。早速同僚の女の子と2人で私は京都駅に向かった。駅で電車に乗っているとびっくりしたんだけど、駅の中がとても綺麗なのよ。ヨーロッパの中でもフランスに行った時はとても臭かったのは記憶に鮮明に残っているわ。とても嫌な記憶だから早く消したいんだけど、そのくらい強烈だったの。だから日本の駅の綺麗さにびっくりしちゃった。それに電車が来るときにしっかり並んでいるのよ。乗り降りする人たちは降りてくる人が全員降りてきてから乗っていくし、みんな練習でもしてるのかしらと思うくらい。無事に京都に着いて、ツアーガイドの杉さんっていうおじさんと合流してから私たちは清水寺へ。とっても高い山の上にあるお寺らしくて、バスで麓に着いてから階段みたいになっている石畳の坂を登ったわ。道の傍らにはお店がぎっしり並んでいて、賑やかで見ているのが楽しかったわ。清水寺の入り口について後ろを振り返った時、空が広くて街と登ってきた道が見える。本当に高い場所まで来たんだ。歩いているだけで楽しくて気づかなかったみたいね。この先には一体どんな景色が広がっているのかしら。ワクワクしながら清水寺に入ったわ。お寺の中はとても綺麗。煙がたかれていて、奥に大きなお賽銭箱があるところは靴を脱ぐみたいなんだけど、みんなしっかり揃えて脱いでいるのにも驚いたわ。罰金制度でもあるの？不思議ね。清水の舞台から見る景色は本当に素晴らしかった。空を隔てるものは何もなくて、清水寺がそっと寄り添う多くの山の緑と街の風景が合わさって一つの絵みたいに見えたわ。私は家族に見せるために写真をたくさん撮った。感動が収まらないまま私たちは清水寺を降りていった。赤いテントが張っていて、平べったい椅子が並んであるお店でお団子が売ってあったの。小腹も空いたし、私たちはお団子とお抹茶というお茶を食べたわ。もちっとしていて、あんこの素朴な甘さがマッチしているの。私はとても気に入っちゃった。お店を出るときにもう少し食べたいと思って何本かテイクアウトして、そのまま食べながら歩いていたの。お団子の串って木じゃない？まだ山道だったから木だしいっかと思ってポイッと道に捨てたんだけど、その時に杉さんがものすっごく怒ってきたのよ。なんてことするんだ。山の中にゴミを捨てるなんて、きちんと自分で持ち帰って捨てなさいってね。私は、なんでダメなの？あなたの山じゃないのになんであなたが怒るの？って杉さんがそこまで怒る理由がわからなかったわ。ここが彼の家ならごめんなさいねって私が謝る理由もわかるんだけど、日本人って頭の固い人が多いのね。私ははいはいとでも言うように両手を挙げたわ。お土産屋さんの通りに出ると、杉さんのスマホに電話がかかってきて、少し話し込んでいるところが見えた。ここからガイドが変わるからお土産屋さんを見て少し待っててほしい。私は内心やったと思った。あんな頭の固いおじさんにガイドされるなんて、せっかくの日本観光が台無しになっちゃうわ。そうほくそ笑みながら私はルンルンしてお土産を選んだ。今日食べるお菓子でしょ、ママへのお土産でしょ。いつの間にか杉さんはいなくなってて、若い女性のガイドに変わっていたわ。移動した錦市場で焼きたておせんべいを買おうと財布を出すとき、カバンの中を見てドキッとした。あ、やばい。財布がない。ピンクの革でできた私の財布。パスポートとか大事なものは別に入っているけど、あの財布の中には今はもういないおじいちゃんとの写真が入っているのに、どうしよう。どこで落としたのかしら。少し脇にそれてカバンの中を漁っていると、女性ガイドがどうしましたと声をかけてきた。財布がなくてピンクの革でできているんだけど、私と祖父の写真が入っているの。大事な写真なの。私の声はもう消え入りそうだった。はっと驚いた様子の彼女は、わかりましたと私に一言言って、少し離れたところで電話を始めた。戻ってくると、少し周辺を探してみましょう。私も一緒に探しますから。と、一緒に歩いてきた道を探してくれたが、他のツアー客もいるので、すぐに次のプランに進まなくてはいけない。10分程度で切り上げて、落ち込んだ気分のまま、残りの京都を観光することになった。私は、なんてバカなの？あのおじさんガイドのことを悪く思ったから、天罰でも下ったのかしら。大事なものをなくすなんて。こんな気持ちで日本を楽しめるはずもなく、美味しそうな抹茶パフェ、金閣寺のゴージャス感、京都の街並み、鴨川の風景、素晴らしいはずなのに黒いもやがかかっているように見えた。ツアー最終日の終わり際に、なんとおじさんガイドの杉さんが戻ってきた。女性のガイドと少し話をしてからまっすぐにこちらに来る。あなたがなくした財布はこれじゃないでしょうか。中の写真にあなたの面影があるので、多分間違ってないとは思うんだけど。そう言って杉さんは私に紙袋を差し出した。まさかと思い、紙袋の中をガサガサして中身を手に取る。これは私のピンクの財布。開くと写真の中の椅子に座っている笑顔の幼い私と、おじいちゃんと目が合う。どうして？どうやって？私の目には涙がたまる。戻ってくるなんて声にならない。昨日少し時間をもらって探したんですよ。バスの中やお寺の中とか、SNS で呼びかけたりして。結局バスの座席の下に落ちていたのが今日の朝届けられたって連絡が来たので、そこに取りに行ってきたんです。大事そうなものでしたし、見つかってよかったですね。と、杉さんは笑顔でそう言った。なんで？私は嫌なお客だったし、なんであなたがそこまでするの？こんなの、大変だったでしょ？私は本当に杉さんの気持ちがわからなかった。話を聞くと、実は杉さんはガイド会社の責任者で、私たちのガイドを交代した後、別の現場へ行っていたらしい。その後報告で私が財布をなくしたことを聞き、一人で探し始めたそうだ。よく落とし物するお客様っているんですよね。その度にすごくがっかりしているところを僕見てて、せっかく日本に来たのに暗い気持ちで過ごしてほしくないですし、帰ってほしくないじゃないですか。いつも探すんですけど、見つからないことも多いですよ。今回、あなたはとてもラッキーでしたね。と、杉さんは言った。なんてことなの？杉さんの優しさに耐えきれなくなった涙が頬を伝う。こんなことを信じられる？私は杉さんとたった数時間しか一緒にいないお客よ。私も仕事でお客様と過ごすけれど、自分だったらそこまでしないわ。残念ですね。後で探しておきます。くらいの一言だけ言って、あとはマニュアルに従うだけ。だって私の仕事じゃないし、そこまで私にいいことないじゃない？日本人は損得感情で動いていない。周りの人に対する親切な心で動いているんだわ。日本人の他人に優しくできる心は、なんて素晴らしいのかしら。杉さんにもらった優しさを周りの人たちへ返せるようになりたい。あの時の財布は今でも持っているの。日本の杉さんとの思い出も合わさって今でも大切なものよ。周りの人への気配り、優しさを忘れずに私は仕事に励んだわ。今ではしっかり管理者になっているのよ。仕事では向かう国への素晴らしさやマナー、お客様に最高のおもてなしを伝えるようにしているわ。でも旅行に行くたびにもっと日本のような国が増えてほしいなって思っちゃうのはお客様に内緒にしてね。なんて素敵なツアーガイドなんだ。僕が旅行する時もぜひ杉さんにお願いしたいね。財布が見つかってよかったわね。こんな優しい国があるのは素晴らしいわ。清水寺は俺も行ってみたいな。前に聞いたけど舞台から飛び降りるって言うけど本当なのかな。ツアーガイドの思いやりのおかげで清水寺から見た景色のように彼女の心は晴れ晴れとしたようですね。日本の国民性はいいとは一重には言えませんが、彼女が体験した話はいくつかの真実を語っているのではないでしょうか。さて、皆さんは旅行に行くとき、貴重品をきちんと持っていますか？パスポート、財布、スマホ、個人情報の入ったもの、どれを取ってもなくした人は困ってしまいます。前に聞いた話では、海外でスリをする人にとって、ウエストポーチ、ハンドバッグは、どうぞ盗んでくださいと言わんばかりの獲物だそうですよ。どんなに治安のいい国と言われても、防犯対策はしっかりして旅行を楽しみましょうね。それでは、最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ、皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら、高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。